はい、ウクレレだるまです、本日は入り替えの IL の SOP の 150G をご紹介したいと思います。ソプラノウクレレでマホガニーのオール単板ウクレレでございます。ボディがちょっとね、小ぶりな他の入り替えと違ってマーチンシェイプと呼ばれる、ちょっと横に狭い、キュッと狭い感じの、ボディの容積は非常に小さいタイプのウクレレですね。スペックを先に紹介しましょう。マホガニーでオール単板です。しかもトップ、サイド、バックともについでないワンピース材ですね。だいたい真ん中でついでるんですけど、継がないで1枚でこの大きさで使ってくれてます。サイドもだいたいここでね、両サイドに分かれてるんですけど、1枚の木をぐるっと使ってくれてるという非常に豪華な仕様ですね。で、トップもバックもこのセルロイドでバインディングが、補強のセルロイドが巻かれてます。で、ネックはマホガニーですね。意外とマホガニーにもタラメが出てたりして、ちょっと分かりづらいですかね。ライトをよけてみましょう。まだ明るい。こんなもんでどうでしょうか。うっすら、木でトラメが出てるっていう感じのハワイアンコアになってますね。定番の入り替えのマーク、ヤシの木のマークですね。音符になってるヤシの木のマーク。ペグはグローバーのギアペグ、グローバーというメーカーのギアペグですので安心できますね。ナットサドルは牛骨材、シファンローズウッドっていうね、スペックはすごいいいですね。ヘッドプレートもローズウッドって感じですね。で、これで値段が17,000円と、まあめちゃくちゃスペックだけ見るとコスパは最強ですよね。ケースはね、ちょっと薄っぺらいケースになっちゃうんですけども、まあ、ケースだけ後々いいケースに買い替えるもよしですし、結構今いいウクレレ持ってる方でサブウクレレでっていうのもありかなと思います。一度弾いてみましょう。12フレットジョイントで12フレットまでっていう仕様ですね。まあ残念ながら13フレット、14フレットとか15フレットまであるソプラノウクレレが多い中、12フレットまでしかないんですけど、12フレットまでしかないというのもね、メリットもあるんですよね。ここに指板がね、13、14、15フレットってある場合は指板も延長されるんで、その分トップ板の振動面積が減るわけですよね。分厚い指板を貼り付けることによって振動が妨げられるんで、振動を妨げる部分がないってことは、その分音
音量もアップするし、音の伸びも良くなるという意味で、この辺使わないっていう人には全然逆に12フレットまでの方がメリットがあったりするわけですね。まあ、高いポジションを演奏したいという方にはやっぱり、ね、13フレット、14フレット、15フレットまであるウクレレをお求めいただくのもありかなと思います。まあ、用途によって変わってきますよね、そのあたりは。で、1万7000円でオール単板のウクレレが買えるっていうね、正直オール単板の最安ウクレレじゃないかなと思います。市場に出回ってる中では入り替えの IL の SOP の 150G ですね。まだやっぱり新品の時点では音は固めで、ちょっと音量もまだまだですけども、弦がね GHS のナイロン弦なの、ブラックナイロン弦なんで、弦を変えてあげても音をアップする可能性ありますし、しっかり引き込んでもらえばオール単板、しかもワンピース材、真ん中の継ぎがないタイプなので、成長の幅はかなり期待できるんじゃないかなというスペックのウクレレです。塗装もね、艶消しのフィニッシュです。こんな感じですね。今日は入り替えの IL の SOP の 150G をご紹介させていただきました。それではまた。